来たね。どの辺りから負のオーラ感じるんです？もう、もうこの辺からもうずーっとやっぱりナメリコまでダダ漏れてる。今なんか当たった？虫だと思います。虫いっぱいあるな。ねえ、あらまあ、鹿ちゃんが。はい、どうもこんばんは。はい、こんばんは。平家の墓、あなたが電話来て、平家の墓もう一回行くぞ的な下りになるじゃない？なったな。その時の通話のね、動画を出した時、うん、タイトルに、あれ、近いうちに平家の墓もう一回行くことになりそうです。全然近くねえって思って近い。俺タイトル失敗したって思いながらもう待ってたもん。そう。さてね、お昼の時はもうだいぶね、なんか立派な名家を作った、そう。方の、ところをまずね、見たわけですけど、こっからは没落の時代が来るよ。ね、また、すごい、マイナスイオンが、まあ、でもあそこ行ったらここ行きたくねえなさっきの成功者のものを見ちゃったから天国と地獄、中間がないんですよ。中間がどこにあるか分かんないんですよ。平家に関しては中間はないと思います。ないな、天国と地獄 で困ったことに、ね、Wi-Fi 電波ないんですよね記事が調べらんない。よし、まあ、適当に回ろう。はい、まあ、まずは現地見てそっからね、うん、ではその喋れること喋って足りない分は後で喋りましょうか。じゃあなんかあるかな。ミク、ちょっと待って、これすごい作られてる。あらほんまや、全然気づかなかった。ちゃんと足場になってる。なかったよ、俺がさ、まあ、この間登った時。この間半年で進歩してる。へへへへ。来ました。怖いな、ここ嫌だな。俺が先行しましょうか。うわ、背中がゾクゾクしてくる。あ、やっぱりそのネガティブなオーラというかそういうのは、うん、ガンガン来ておりますか。要はそういう風に平清盛の孫の代になると、うん、みんなクソ甘やかされて育ってるんですよ。まあ仕方がねえわな、あんな育て方したくないからな。あ、まあ総理大臣の孫だから苦労してきたからさ、うんうん、子供には苦労させたくないとか。ああ、親心出しちゃったか。うん、おじいちゃんがあんな風やったでさ、うん、鹿いっておるな痕跡を探すのがうまい。キャー、本当だ、タピオカみたいないっぱいある、うん、ライト消しといた方がいい。怖いな、行きたくねえな、ここすごいな、帰ってきましたよ。来ましたよ、皆さん。目は来るよ。はい。ルパー。
何も聞こえておりません。鹿ちゃんの声もボソボソ話も聞こえておりません。映らないやつじゃないか。すげえな、しかしここの箱の。ジャッキー。いや、お邪魔します。木工。近寄れません。邪魔します。映ります？光のないところに光がある。映りませんね。で、今回のテーマとしては、その私は平家の三代目のものですっていうね、わざわざ不幸自慢しに来た子がここにいるかどうかが第一の関門でして、いらっしゃいますかね？いないですね、今のところ。見てないから。俺ら何しに来たのってなっちゃうよ。ただただ平家をバカにしてきたことになる。久々の話だった。この辺からキソキソ話が聞こえるんだよ。うん、こっち側か、うん、ライトでガンガン照らしていいです。オーブが映らないっていうことがもうやばいね。前来た時はだいぶ映りましたもんね。違う、うん、ないっていうことは、うん、ほぼほぼ歓迎されてないね。ギャース。うん、やっぱ三台だ。こっちからの対応は全く反応してくれませんね。声をかけても、うん、なんでやろ。もっと霊感上げます。いや、上げない。これ以上人話が聞こえるんだけどな。3代目っていう、その3代ラップ音でもいいから何か音を聞かさせてください。何かの反応をしてください。カエルさん鳴く。そう、カエルしか反応してねえって思って。よっこいしょ。見てるんだけどな。こっちよ。うん。ひんやり冷たいな、やっぱし。何かの反応、いたら反応してください。カエルしか…カエルさん、反応しないでください。カエルさん、場の空気読むのうまいな。もう静まり返りすぎて怖いな。さて動画見なく
二人でも出してくれとったらな、ありがたいな。なんかこっから進みようがないんだよな、俺。行かない方がいいけ？今感じるのこっちなんですよ。そっちか。うん。喋っていい感じ？いいよ。って言われたからもうずっと黙りこくってるんだから。 いいけど俺はなんか探しまくっとるんやけどさ。おお、うん、いまいちなんか誰もアクション取らない系。カサカサは近づいてきてるの分かるでしょ。カサカサ、うん、カチッっていう音がし始めてきたでしょ。さて、これはどういうことなのですか。再生可補水です。いや、多分反応し始めてくれてるのかな。ああ、誰か来たぞぐらいな反応にはなってきてる、みんな。でもこれ平家の人じゃない。人じゃない。モブ。あ。どうなんですか。今ね、こうやって今いろいろちょっとコンタクト取ってんですけど。はい。反応してくれないんですよ。なんでしょうね。やっぱり時間を空けすぎたか。いや、そうじゃないと思う。この時期こんなにおとなしいってないんだよ、本来。うんうんうん、うん、やっぱりひそびそ話が聞こえるんだよな、村人かな。その左側から。うん、こっちからどうしてもひさ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 聞こえるんだ、俺の耳の中で。確かに目には映ったような気がするんだけどね。それは兵器関係者？オーブだね。いよいよ現れ始めてきたな。帰る。頼むから帰る、静かにしてくれ。オーブ来たな。これは違うな。これじゃねえな。こいつじゃない。違う。多分今年この人が現れてる。 いるはいる、うん、このちょうど真ん中に、ちょうどあの上の向こう側、はい、もうちょうどその石の向こう側に立ってらっしゃる、うん、あー寒い。うわー、寒い。怖いね、怖いね、怖い怖い。うわー、これすごいな。あれ、もう毛が、あー、鳥肌がすごい。ほら、ブチブチブチって始まる。これ見て。どうしたか、コンタクト取ってないのか。俺が喋ってわかる？どう？六代さん。今ドンと聞こえたね、こっちから。あれは生活音ではない。違う、生活音ではない。なんてこった。向こうから反応したってことは向こうにいるのか、じゃあ六代さん。今ドンって言ったね、六代さん。確かにドンって言っとるで、こっち入っとると思う、これ。ほら、六代に関係で反応するってことは少なくとも関係者だな。うん、ただ存在を理解してほしかったらしいみたい。存在を理解してほしい、うん、
先代と、うん、おじいちゃん、おじいちゃんって清盛か、はい、おじいちゃんたちよりも、おじいちゃんたちよりかは私たちはそれ以上に努力も苦労もしたけど、うんうんうん、うん、なんともならんかったと。そう、ちょっと知らされる。それを分かってほしいっていう感じで今。ああなるほど、うん、それぐらいかな、コンタクト取れる。反応しないのは静かにして、静かにしといてほしい。これ以上の詮索はやめろと。詮索もだし、村、ここの村、はい、の人たちがとてもいい人たちで、おお、うん、俺らみたいな人はダメみたいだ。こういう外部の 人、うん、人たちはただこうやって来るのはちらほらあるらしいんだって、今だに。まあまあまあ、大変申し訳ないけど心霊スポットになってるってお伝えしたら今こん心霊スポットとしてなってるのを私たちは一度も出たことがないって。おっと、ああまあ確かにそのまあ平家っていう名前があるからもうそれでっていう思い込みパターンのあれではあるけど、だからもだって新しい霊魂は結構あるのでさあいかん、俺ダメだ。ちょっと下がりますか。腰が痛くなってきたちょっと休もうで。6代は何も正直悪いことをしてない、うん、ただただその清盛の、うん、パチパチ始めてます音だ、肝臓凝ってる。あ、穏やかじゃない。わからん、動きが、あの姿見えんかった。鹿ちゃんじゃないの。よくね、よくね、それはよくね。